次は。待った。ノア、セノ、お前もついてたのか。忘れたのか。助手は俺の後ろについている。大魔ハマトラ様、助手様。お二方。早いな。ええ、今回の行動を教令員に覚悟があるの。転売ルートの。承知しました。皆様、エルマイト旅団、いつでも戦えるよう構えろ。待った。おや、そんなにフィーバーしちゃって。刀だの。ラフマン、お前とその一味の密輸転売ルートは。お前は世間話をしん傭兵になってからお礼に。怖くない。運命の結果。さっ、動かないでね。それ、やっ、レバーよ。セフ。ふっきょ、あ、ユエグエ、出番だよ。あ、きゃ。運命には逆らえません。へっ、痛いに飛んでけ。これで終わりだな。完全鎮圧です。行動終了。包囲網内にいるエルマイト旅団の傭兵および関係。クソ、そうし、キングデシェル。黙れ。全員を縛り上げて。はっ。それでは瀬野様。ああ、分かった。行っちゃったな。場所を変えよう。一連の作戦は。ああ、やったぜ。ま、俺はこの後キャラバン。そうだぞ。まだ祝うとあいつのところに。そういえば計画。俺とティナリは助っ人を探す。さあ、私たちのこの部分が一番重要だとか言ってなかったか。待ってる間に辺りを5周ほどして酒を飲む。ごめん、そんな。ただ両親を痛めつけて態度を正させたいだけさ。何しろ次が一番重要なのにこんなに遅れてくる。でもど
覚えてるか、スメール全体を支配する強霊院を相手にするだけで大変だったってのに、博士まで手を出してきたら本当に。ああ、聞いただけで強霊院の偉そうで傲慢な年寄り学者を思い浮かべちまうね。そんな奴と付き合うのは。計画通り、まずはパルディスディアイに行って、レンジャー長のティナ、アルハイゼンとセノの女だから、あんたはティナ、今や壁内の至る傭兵。それはそうだが、報酬はそうだな、笑ってくれればそれでいい。このところあんたずっと嬉しそうな顔をしてないからな。笑えよ、その方が。お、いいぞ、笑顔にもいろいろさ。旅人にパイモン、それこんにちは。こいつはオイラだ。傭兵を連れて僕のところに来るなんて。そうそう、すっごく大事なことなんだ。頼む、助けてくれ。わかった。ここなら誰も来ないはずだ。さて、一体どんな重要なことなの？そっか、マスクをして。その人なら偶然だけど。そんな偶然が？うん、僕に用事があったらしい。具体的な内容を聞いてもいいか？唐突に思うかもしれないが、あんたの答えはとても重要なんだ。今こちらが言えるのは、あんたの友達セノと一緒に行動して。セノが、なるほど、わかったセノの名前ってこんなに聞くのか。私たちが嘘をついてる可能性を恐れないのか？そんな冗談は結構。君も旅人も、それにセノも、もし言いにく、君たちの言う執行官博士が僕のと、ハイパシアだって。それに、うん、彼はもうすぐスメールを離れてスネージナヤに戻るって言ってた。ふーん、つまり。ああ、すぐに帰らねばならないんだが。そのハイパ、パデューイはよほどよく偵察をしてるみたいだね。確かに失礼だが、彼女への治療の進捗は。何か言いたいことが。それなら担当患者の移動は簡単なことじゃない。君は学者なんだから、まさかそんなことも知らないってことはないよね。ほう、私を疑うばかりか。私の能力まで疑うとは。それは本当に正しい判断かね？まあ、こんなお願いをしてきたのは君が初めてだからね。もちろん我々は彼女の旅の安全を確保する手段がある。それにハイパシアは一流かつ効果的な治療を受けられると保証しよう。私が直々に治療に参加し、回復の手助けをする。これでどうかな？ハイパシアは彼女をスネージナヤに送ること、そのリスクとメリットは未知数だ。彼女の治療を担当する無謀で無礼で愚かな提案はやめといた方がいいんじゃないかな。僕は博士をよく知らない。でも彼と話しただけで、威張り腐ってるっていうより自分の能力を極度に信頼してるんだ。ほとんど今日患者をそういう人に渡すことはありえないよ。それが、ふん、なるほど、お前の意見にも一理あるまだ若いのに頭が固いな。少々意外だ
普段ならこのままお前を見過ごさないんだが、あいにく今日は急いでいる。尊き女皇陛下のお呼びでな。幸い出発までにはまだ少し時間が残っている。すべてを片付ける余裕ができた。教令院の言う通り、お前は責任感のある聡明な学者だ。だからお前のようなものはいつまでたっても気づけない。人は遅かれ早かれ自分の頭の中にあるものの責任を取らなければならない。誰も逃れられないということにな。なんだか不快なことを暗示してるみたいだけど。自分から質問しておきながら僕の答えなんか気にしちゃいない。多分彼にとって僕はただの喋れる石ころみたいなものなんだろうね。言葉に悪意はないけど骨の髄まで、うん、ああ見逃したところはないと思う。私たちが隠し事をしてるにもかかわらず情報を与えてくれた。この借りはしっかり胸に刻んでおく。別にいいよ、僕にはこうする義務がある。強いて言うならこのすべての起因は、最近教令院に呼ばれるのは初めてじゃないだろう。ああ、でも今回のは少し変だ。手紙の筆跡や文体は極力、先生は時々手紙の裏に黒い点をいくつか打って送ってきてたんだ。点が一つなら手紙を書いた時は晴れていて、三つなら雨って意味だ。これは長年、ああずっとガンダルバー村にいるお前より教令院にいる俺がこの件を調べた方がいい。そういうこと。分かった。だがことはそう簡単なことじゃないと思う。教令院は近頃大きな計画を練ってるみたいだ。まだ内情は把握していないが、もしかするとお前の先生も関わってるかもしれない。もし上の方々が人には話せない秘密を抱えてるなら、調査し始めると抜け出すのが非常に難しくなる。もし収束がつかない事態になったら俺は、うん、そうしよう。もし本当にそういう状況になったらお前は、それにしても教令院への忠誠は賢者の言いなりになることじゃない。俺は自分が何をしているのかよく分かっている。お前こそ卒業生のくせに教練員を疑り深い目で見てるんだな。先生は誠実でまっすぐで悪いことに耐えられない人なんだ。職場で苦労しないかって学生の時は心配だったよ。ちょっと遅くはあったけど、まあ予想通りかな。そうだったのか。あんたらは最初から教令院の異変に気づいてたんだな。これはセノが事件に巻き込まれた理由でもあるのかもしれない。だったら僕も約束通り、そうだ、今のあいつには、おう、あ、次は、あ、そう、あっちだよ。よし、ありがとうな。ティナリの話じゃ博士はスメールを離れるつもりみたいだけど、これそれに念のため。でも傭兵には傭兵のやり方、ふん、あの執行官どれだけ用心深いつもりでもバッチリ痕跡が残ってるぜ。それか花から痕跡を消すつもりがなかったのか。ああ、方向は合ってる。痕跡は新しいが近くに人はいないみたいだな。どうやら本当に急いでたらしい。ほぼ私の予想通りだな。
ここまででいい。博士の動きは、ここから南に行くとオルモス港が見えてくる。港？そうだ。あたし。港はファリ。もうちょっと。ああ、こういう送別の儀式こそ我々スネージネアの執行官にはふさわしいよな。あの方はもう離れてしまうのか。はあ、あまりお見かけする機会もなかったのに。前に俺がスネージネアで就任した時は、博士、今とちょっと話し方が違ってた。きっとスメールでの習慣があの方を変えたんだろう。里に駐在するっていうのはこういうことさ。スネージナヤに戻られても生活に慣れるまで少し時間がかかるかもしれんな。え？長官、何かの間違いでは？いやいや、俺の記憶力はいいんだぞ。本当に違ったんだ。姿も口調も少しだな。あと理由はわからないが、なんだか顔色がツヤツヤして輝いて見えるような。気のせいでしょう。公務で外出してるのに顔色がツヤツヤするはずないじゃないですか。博士はあっちの船にいる。嘘はついてなかったらしいな。確かにスメールを離れるみたいだ。もうちょっと近づこう。ここでよし。あ、うわ、 あいつオイラたちを見たぞ。私たちに挨拶してるのか。さよう。待て、俺さっきまでいた港。数分前まではまだこ。まさか囲まれた。幸い出発までにはまだ少し時間が残っている。すべてを片付ける余裕ができた。まずい、ハイパシアが危険だ。早くパルディス。え、どういうことだ。彼女は見てはい。あ、は早く行くぞ。パルディス・ディアイは君たちファデュイが好き勝手に。言っただろう。ファデュイは何。大賢者です。忠告はし。どうやら認めるかどう。言いにくい。だったら僕は学士スメールに。こ、つまり今日も。ディナリー、大丈夫か。平気だよ。ファデュイ座ってるよ。いい度胸だ。どうやらお仕置きが必要らしい。はびこれ。抵抗したところで何のメリットもないぞ。早くハイパシアを渡すがいい。渡すか。ひなり、ボコボコにしてやれ。さ、怖くない、怖くない。うめ、せーの、ほっ、反響。ほっ、はっ、せっ。博士の命令は絶対だ。はあ、犬のくせに主人の感情が湧いてきたか。出番だよ。おっ、ストーン。はびこれ。いくよ。おっ、おっ、見逃さないでね。はっ、行けたない。行くよ、行くよ、ウェーベン、せっ、行くよ、うん、うっ、運命の共演、よっ、よっ、まずい。これじゃキリがない。旅人、パイモン、
後ろからの奇襲を防ぐためにハイパシアのところに行ってくれ。わかった。ハイパシアまだここにいるから誰も来ていないはずだ。あらら、これで終わりだと思っちゃった。なんだって君の慌てる姿を見るのも懐かしい。僕に会うたび、こう…ザイヒョ…君の心の声、はっきり聞こえてるよ。まさか忘れちゃった？君が初めて、パルディスティア、僕が何か…気になるよね。教えてやってもいいよ。今回は君の接触を感じたからこそ、無駄なあがきをしている人間を見に来ただけさ。僕の進化のプロセスはほぼ終了した。わかるかな。クラクサナリデビを救い出せたとしても、神としての僕と君たちの間には実力において子供同然。学者どもが知恵の神を信仰しているだけど、これは人が神を崇拝する言ってごらん。そうかい。僕は今機嫌がいいから、こんな風に君とおしゃべりしてるの。というと？だがそれは大間違いだ。僕は君とも、僕は神になるために生まれた。今までの人生は全てが無意味な過程に過ぎない。神と同じことだよ。神自身は意味をなさない。今までの僕、逆に君たちのようにあがき続ける人間の方が僕にとってはよほど面白い。君が今の僕は、今日のおしゃべりは悪くなかったから、一つアドバイスをあげるよ。その無意味な守護者気取りをやめな。これこそ全ての人間と君。そうだね、彼女は僕、神には信者がいないとだろう。ハイパシアは幸運にも僕に選ばれたのさ。彼女の出現は僕が神の権力へ初めの一歩を踏み出すことを意味し、君は常に僕の子。誰が、博士が。面白い。言われたことがないかい。君、中を引き裂く。博士は昔から身の程知っても、そんな言葉だけで僕の力を。君がここで僕と会話できるのも僕からの恵みだ。僕の声を聞くも、良きことも悪きことも恩恵として見ろ。これぞ。うわぁ、雷が。さっきの見えないやつが在庫。おい、どこに雷を落として。え、それじゃ外にいるやつら。この雷はどの星空から落ちてくるものだったでしょうか。あ、ファデュイたちは撤退したか。おい、ティナリが怪我をした。大丈夫、動くな。あんたには休息が必要。雷に打たれた。
ついさっき持ちこたえられなくなりそうな時に天気が突然おかしくなったな。雷が来る。幸いこっちは二人だけで動きも機敏。でもおかげでみんな引いてくれたね。平気さ。僕のことより君の表情だ。ちょっと待って。おい動くなっつ。念のためよかった。自分のことも知る。僕の状況は医学が分かる人と話すのは分かるよ急に座ってどうし。ごめん。お前らその常連員のなんて言えばいいのか全く分からん。毎日気持ちよそんなこと言わないで。気にするな。とはいえ少なくとも博士はまさかファデ。さっきザンヒョウはハイパス。気づいたか。じゃあもこいつの話から。つまりこれで一件。うんティナリ協力に。よしパルディス、これからも目立た。どうだそれ。順番に報告。アーカーシャタン。次は私だ。誰の仕業。その質問は何というか旅人そんなわけでだから。そうか。そうだってな。ああ俺の方も順。不用意な子。よくそれだけ。ラフマンたちどうやらさ。ん待てよ。そうだがこういう時は個人的な意見。アルハイゼン。ああ適任者を探。お前ら強霊院。一つ訂正したい。そりゃ分かっ。その意味は文字通りセノも演説ず。ご主人旅人のことさおお早速士気を高め。あれみんな集まって何してるの。あミーロだ。こんにちは。じゃん。全然これからあんたを探。真剣な顔で集まっても。いいところに来てくれたな。え仲間に大事な議論。そうニーロ君のスケジュール。えほん。わ私自分の耳を疑っちゃった。あそうそうスメール。ヒヒ私正直に言っても。クラクサナリデビ様。自分を信じろ。うん。うっかりしてバレるなよ。もちろん。準備完了だな。言いたいことは思いついたか。
そうだ、計画は偉大だし。確かにその通りだ。重要な、幸い最近うちには俺しかいないから。え、なんでもない。じゃあおい、うん、いいと思う。星と新無事今日の依頼、星と新依のディルック、約束通り参上。無駄話ならご遠慮願いたい。何か大事をなそうとしているなら。よいしょっと。